鉄道作業局137-860型は日本国有鉄道の前身である低新省鉄道庁が次長の神戸工場で製造したタンク式蒸気機関車で記念すべき日本初の国産蒸気機関車である。1893年5月に神戸工場で完成した車軸配置2から4から2で2シリンダー複式の飽和式タンク機関車である。 本形式の設計と製作の式を行ったのは、当時神戸鉄道局の記者観察方として雇われていたイギリス人のリチャード・フランシス・トレビシックである。彼は、当時イギリス本国で注目を集めていた西しりん複式機関車の施策を思い立ち、森彦像や大田吉松といった日本人の技術者たちを指揮して、1892年10月、本形式の申請に着手したのであった。 また、実際の製造に携わった神戸工場の、工員たちも、すべて日本人であり、外国人の工員は一人もいなかった。車輪や、ボイラーやシリンダの部品など、主要部品の大半は、イギリスからの輸入品であったが、主題枠の仕上げ加工や、鉄や、真鍮の炭造、鋳造による部品の製造は、神戸工場で行われた。基本設計は、同時期の標準型である、 短式タンク機関車の a 8系を下敷きにしており、各部の寸法はほとんど同一である。しかし、煙室前板の株のみを大きく広げた独特の末広形状は完全にトレビシックの流儀であり、この後に彼の指揮により神戸工場で製作された形式軍にも引き継がれている。1893年5月に完成した本社は AE 型と不番され、 直ちに京都神戸間で使用を開始した。同時に同じ2から4から2系の車軸配置を持つ短式タンク機関車との比較試験が行われている。試験は179と後に兵装最も使用成績の良かった88と同じダイヤの列車を交互に牽引することによって実施され、短式機関車と比較して10から15%の 石炭節約が可能であることが確認された。しかし、このような利点があったにもかかわらず、関節鉄道では、副式機関車はこれのみで途絶えてしまい、副式を積極的に導入したのは、採用鉄道ぐらいであった。副式機関車は、4シリンダ平均副式としないと顕著な効果が現れないのと、平坦で蒸気消費量が一様な区間でないと効果を十分に発揮できないため、 主事の雑務に使用すればかえって劣るものであったし、運転の取り扱いや保守の煩雑さも嫌われたのであろう。本社は1894年の施設鉄道分離に伴う海版では137となり、1898年の鉄道作業局では a 9型と定められた。1902年に a 8系を1グループにまとめた海版では885とされている。 1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では860型となった。本社は1918年4月に廃車され、同年10月、カラフト町鉄道に移管された。カラフト町鉄道では鉄道員時代の形式番号のまま東海岸の路線で使用されたが、1929年3月末に廃車となり、 おそらくその際に解体されたものと思われる。1985年に開催された国際科学技術博覧会の歴史館では外観のみを再現したレプリカが展示された。ありがとうございます。